はい、どうも柳田です、本日も東京マーケットの火曜日の会に来ておりまして、来たはいいんですけれども、とりあえず動画を撮るかということで社内で動画を撮影しております。よろしくお願いします。今日は9月の、中旬ぐらいの火曜日なわけなんですけれども、もう天気がめちゃくちゃ良くて残暑がもうね、すごい日差しが痛い、そんな日になってるんですけれども、おそらく東京マーケット倉庫の中はもう蒸し風呂状態という感じになってるんじゃないかな。この後気合い入れて撮影に行こうと思ってるわけなんですけれども、まあその前にね、車内で涼みながら動画を撮るというのが最近の日課になっております。だからやっていこうと思います。はい、本日の動画のテーマはですね、古物市場に行く際の仕入れ資金について、これをテーマにお送りしていこうと思うんですが、よくですね、僕も仕入れの資金について質問をされます。はい、されるので回答しておきたいと思います。はい、どれぐらいのね、お金を持って、もしくはどれぐらいのお金を準備しておけばいいんでしょうか。古物市場に仕入れを行って転売するのにあたってはというね、この質問なんですけれども、はっきり言って、あ、そうだね、古物市場、道具市場とブランドオークションというものがあってね、ここ分かれるんですけど、ブランドオークションに行っちゃうとお金めっちゃ必要です。だってブランド品しかないから、もう高いものしか出てこないからね。そうするとですね、資金はめっちゃ必要になります。ただですね、この道具市場、もう僕は道具市場が大好きなわけですよ。もう道具市場育ちなもんで、道具市場で仕入れをして転売をするぞという風になったらですね、はっきり言って最初の資金は全然必要ありません。はい、朗報でございます。ただし、ブランド品はそんなに出てこない可能性が高いというね。それはね、ご了承いただければなと思うんですけども。何せ僕が古物市場に行き始めて、仕入れをし始めたのが、25歳ぐらいの頃でしたので、お金全然ありませんでした。はい。そもそもお金がなくって、なんか自分の身の回りのものを売っている中で、ああ、売るものがなくなったぞと。で、ヤフオクを見たらね、なんか継続して商品売り続けてる人が、中古品を売り続けてる人がいるな。これ、どうなっとんじゃと。どういう仕組みなんじゃと。いうことで調べ始めてたどり着いたのが、古物市場なわけです。だから当時の僕はお金全然持ってなかった。初めて行った時の資金、8万円でした。25歳の柳田。何をやってるんだろうという話なんですが、8万円ぐらいしかなかったんです。なんだけど、8万円あったらですね、そこそこ仕入れができちゃうわけですね。うん、意外と、この道具市場という場所はですね、はい。なので、多分この動画をご覧になっている皆さんはですね、当時の僕よりお金を持ってる人たくさんいらっしゃると思います。なので、ご安心いただければ、幸いです。ほんとね、10万、20万円あれば、車いっぱいに買えます。うん、なので、心配しないでください。その上で、ね、その上で、この中古品の転売というのはですね、非常に利益率が高いわけですね。本当に。ブランド品を取り扱うと、利益率すごい下がっちゃうんですよ。10万円、1商品に対して、10万円分買って、まあ1万円儲かるかな、2万円儲かるかな、みたいな、そういうね、仕入れをしなければいけない、ブランドオークションで。うん、それをね、いっぱいやることによって、まあトータル的に、あ、いっぱい儲かったよね、というのをやるのがブランドオークションなんじゃないかなって感じなんですけど、道具市場はですね、ほんとそんなことない。で、利益率がめちゃくちゃ高いんで、8万円の仕入れができればですね、全部売ってしまったら、まあ、16万ぐらいになるよと。ラリ 50% ぐらいは最低あるぞというわけですよ。8万円が16万円になって、ね、16万円が32万円になって、32万円が64万円になって、みたいな、そういう感じなわけですね。まあ、複利計算してみてください。どんどん増えていきます。どんどん増え、まあ、あれよ、ちゃんと一生懸命本気でやったらよ。本気で取り組んでください。そしたら、それぐらいの利益率は、まあ、担保されるんではないかなと。じゃあ、柳田さん、本当ですかと。まあ、話半分で言ったとしても、じゃあ、あらり 20% にしましょうよ。ね。20% だったとしても、なかなか増えますよ。ね、もう複利計算してみてください。ね、10万円の元での資金があってね、10万円が、いくら ?12 万円になったってことか。そんなことないと思うけどな。まあ、最低でも、利益 50% はあると思うんだけどな。うん、まあ、いいや。話半分で、20% ということで、もういいんで、複利計算してみてください。めちゃくちゃ増えるから。
ね、10回20回仕入れして転売っていうことをね、一生懸命やって本気で取り組めばめっちゃ増えるわけですよ。したら最終的には資金はめちゃくちゃ増えてるよねということになるわけですね。これが面白いところ、この古物市場仕入れ、これの面白いところだなと思っているわけです。最初のお金がそんなにかからない、自宅でやってる分には、自家用車で仕入れをしてる分には、ほんと10万円ぐらいあればビジネスとして成り立つ、一生懸命やればという、そういう風になっておりますので、やり方は僕の動画を見つつね、覚えていってもらえればなと思うので、チャンネル登録をして他の動画を見てください。はい。で、合わせてなんですけれども、じゃあ25歳ぐらいの僕は、仕入れの資金8万円しかなかったと。その後ですね、数年経って、まあ15年間これを続けてるわけなので、本気でやってた時の仕入れ資金はいくらだったのかという話なんですけれども、基本的には、仕入れの予算なんていうものは考えていない状態でした。もう上限なしと。買えれるだけ買う。いいものがあったら、買えるだけ買うということを決めて、やっておりました。だから、1回の仕入れで100万円を超えることとかも、まあまあありました。はい。なので、スタートは8万円だった僕でもですね、それぐらいの資金が、回せるようになってたということなので、皆さん希望を持ってね、古物市場チャレンジしてもらうのがいいんじゃないかなと思います。ここだけの話ですね。ここだけの話ですよ。はるくんいるでしょ?はるくん。はるくんね、この間ね、1回の仕入れでね、180万使ったらしい。180万。すごくない?180万仕入れをして、でなんか、いや、今までは、1ヶ月の仕入れ資金、300万ぐらいのつもりで準備してたんだけど、いやもう300万じゃ足んないんだよね、最近みたいな。500万ぐらい用意しとかなきゃ、ちょっとやばいかな、みたいな、言ってたんで。多分ね、500万用意してますよ、彼は。だから、そういう感じ。そういう感じ。うん、でもか、はるくんも始めた頃はね、そんなすごい、仕入れの資金準備してたわけじゃないんですよ。ね。初期の頃の動画見てもらえばわかると思いますけど。なんですよ。でも、やっぱコツコツ一生懸命ね、頑張って継続することによって、そういう感じになってくる。だって、増えるんだもん。粗利 50% ですから、平均。うん。で、粗利平均 50% ぐらいある上に、まあ、なんか10倍になることとかさ、まあまああるんですよ。数倍は当たり前。運が良ければ、まあ、10倍いっちゃったよ、これ、みたいなことが、ポロポロ出てくるわけで。そういうのがね、何回かこう当たり続ける、当たることによって、まあ資金はね、ぐっぐっと増えていくという、そういう流れになっております。はい。なので、これから、古物市場仕入れに行って、転売しようと思ってるあなた。だけど、自分にはお金があんまりないと思ってるあなた。ね。安心してください。10万円あれば始められます。10万円ぐらいはですね、まあ、ちょっとアルバイトとか、なんか日雇いのバイトとか、そういうのをやってですね、まあ、本業で、貯めておくとかね、副業としてちょっと10万円だけ枠を作ってもらって、ね、仕入れをして転売することが可能ですので、安心してください。なんかクレジットカードを使って、借金をして仕入れるとかさ、闇金じゃなくて、キャッシング。よくわかんないけど、お金を、消費者金融か。消費者金融でお金を借りて、始めるとか。そういうこと必要ありません。ぶっちゃけ銀行でお金を借りて、ね、300万円引いてきて、500万円引いてきて始めるとか。そういうこと、もう一切必要ありません。僕はですね、銀行からお金、借りたこと、あるけど付き合いで、この古物市場の仕入れのために、借りたことありません。現在も無借金で当然やっております。なぜなら必要ないんですよ、マジで。なんか一回あるな、銀行さん、信用金庫とね、お付き合いで、いくらだったかな ?100 万ぐらいだったかな ?100 万か300万か忘れちゃったけど、一応借りて、ね、やったことあるんですけど、そのお金一切手つけなかった。借りて、借りたその銀行の口座にそのまま置いてあって、そこから毎月引き落としされていくみたいな。返済されていくみたいな。1円も使ってないじゃないかみたいな話ですけど、そんなぐらい、必要ないんですよ。初期費用。仕入れのお金。ね。なぜなら、ぐるぐる回すことによってどんどん増えていくから、一生懸命やっていればと。いう、そんな感じになっております。なのでですね、まあ、変なクレカで仕入れをするとか、借金して、仕入れをするとか、
やって、その、精神的にボロボロになっていくよりもね、火の車みたいになっていくよりも、まあ、一生懸命頑張って努力して、そっちの方で回していくと。ね。そうやって稼いでた方が気も楽だし、お金も増えていくし、充実感も得られるというような感じになっております。はい。なので、チャレンジしてみるのはいかがでしょうか。はい。まあ、いつも言ってる通りですね、例えば10万円分仕入れたとして、ね。10万円仕入れたと。で、それがさ、ダメだと。ダメか、ダメというか、その10万円仕入れたものを、そのまま違う小物市場に全部入れたとしたら、理論上は10万円ぐらいまたなっちゃうんですよ。まあこれ他の動画でもいろいろ解説してるんで見てもらいたいんですけど。なので、リスクは少ないでしょ。ね。で、10万円分仕入れたとしてさ、全部ダメになったとしても、マイナス10万円じゃん。だけど そこには商品が残ってるわけだから、ああ、ダメだったらやっぱりやめちゃおうと思って、この10万円買った分の在庫をですね、違う小売市場に持ってって、市場で売ったら、また10万円になる。まあ、下手したらプラスが出るし、ね、まあ、もしマイナスになったとしても、知れてるじゃないですか。10万円がま、9万円になるとか、8万円になるとか、ね、ある可能性はありますよ。仕入れが下手すぎて。という場合もありますが、10万円まるまる0円になるということは、ま、そうないから、ちゃんとやってれば。はい。なので、リスクは低めに、少資金でスタートしてやるというのがいいんじゃないかなと思います。はい。仕入れ資金については以上でした。ということで、参考にしていただければ嬉しいです。はい。では、以上。ありがとうございました。じゃあね。Spent so many nights living out at sea that my heart has gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on interstate west. I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind.Stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power. Enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. Send my best friend an apologetic text, he says to come over.Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the...